かしら。うんうん。コンサートの途中ではありますが、皆様失礼いたします。改めまして皆様こんにちは。陸奥湾ノヒーズ特派員のノヒーズあねねこと申します。本日のコンサート会場で販売しているグッズをちょっとご紹介させていただきたいと思います。ちなみに今からご紹介させていただく商品はどこのデパートさ行ってもコンビニエンスストアさ行っても絶対に手に入らない T のシャツとピンのライトでございます。この度5周年ということでゆきみちゃんが新しくデザインを考えたそうです。色は白と黒の2種類でございます。まずこちらの白の方から皆様にご説明させていただきますと、5周年の5にちなんで4つ葉じゃなくて5つ葉のクローバーとなってます。さらにさらに幸せになれますようにという願いを込めて4つ葉ではなく5つ葉のクローバーとなっております。こちらは花咲ゆきみちゃんの名前の花にちなんでハートが3つ重なって花びらのようになっております。花咲ゆきみちゃんの愛を皆様にお届けしようというコンセプトからこのようなめんこい柄になっております。サイズは男性サイズで S、M、L、LL という4種類なんですけれども、女性の方は1つ下のサイズを選んでくださいね。まあこの T シャツを着れば男ぶりもいぐなるせ、女子ぶりもいぐなるせ、モテること間違いない。この T シャツ3000万円のところ本日ゼロを4つ取りまして3000ポッキリで皆様にご提供させていただきたいと思います。さて次の商品はこちらに取り出しましたピンのライト。こちらの白のライトはね、ここのお母さん暗い夜道を歩くとき、夜中トイレさ行くとき、はたまた停電さなったとき、ピッとつければパッと明るくなる。よく光るから役に立つのよ。そんでね、こっちのピンクのライトはね、ちょっとそこのお父さん、今日はちょっと今夜はいいムードにしてみようかななんて思っちゃった時あるでしょ。でそんな時にこれちょっとピンクのライトピカッと光らして枕元に置いといてみて。それに気がついてお母さんが、あらお父さん今日はそういう気分なのって、やんだよもうバカこくてねえよってなるから、試してみていい。こちら1本1500円となっております。そして最後の商品はこの度5周年記念フォトブックを発売させていただくこととなったそうです。こちら本日予約購入となりまして、サイズはこちらで3000円となります。撮り下ろした写真、またプライベート写真など5年間のさまざまな花咲ゆきみちゃんの写真を一つにまとめた、ま、写真集のようなものです。では以上でグッズ販売のご紹介は終わりです。のひじねねこでした。